ディラようやっとメインビジュアライザー内にデータ干渉できたぞ。キリトとメディナ殿は今メインビジュアライザー内で確認できるフラクトライトのデータはただ一つ。キリトだけじゃ。そんな、メディナさん。そしてあの女の意識の反応が今は途絶えておる。おそらくはキリトとメディナが倒したのじゃろう。あの女が耐えた今ならば術式が効く。キリトを連れ戻すゆえ少し待っておれ。これはメディナのご先祖様の宝石、そのうちの一つだ。燃え尽きずに残ったのか。メディナをここに呼んでくれたのはあなたたちだ。助けてくれてありがとう。メディナを守れなくてごめん。せめて彼女と一緒にあなたを。みんな、キリト君大丈夫？お前怪我を。その剣。ねえキリト、メディナは？あの中で一体何があったんだい？守れなかった。そうだったの。助けられなかった。メディナは自分の命を犠牲にして剣になって俺を助けてくれたのに。キリト大丈夫？なんでメディナは死ななきゃならなかったんだ？俺は外から来た人間なんだ。この世界で死んだとしてもこの命が絶えることはない。だからこそメディナ、みんなを守らなきゃならなかったのに。俺はメディナが何をしようとしているか、もっと早く気づけばどうにかできたはずなんだ。なのに何もできなかった。俺はキリト、キリトと同じぐらい辛い。辛いよ。僕だって悔しい。悔しいよ。ユージよ。メディナと出会って僕の運命が変わった気がするよ。どこか心の奥がとても痛いんだ。なのにこの痛みはなぜか温かくて優しくて、まるで彼女が何かを伝えてくれているみたいで。だから僕は君の隣に絶対に立つ。最後まで倒れたりしない。強く心が感じるのは、もしかしてどこか別の世界で僕はキリトと出会ってたのかもしれないね。ねえキリト、僕らに今できることってなんだろう。メディナとこれまで気づいた思い出、記憶はこの胸にある。メディナと一緒にいて楽しかったことも嬉しかったことも全部忘れたくない。メディナが僕たちにくれた全てを忘れたくない。私のことを覚えていて、そうすればきっとまた会える。そうだ、俺も忘れない。ねえメディナは最後君に何て言ったの？会えてよかった。キリト、メディナのためにも僕たちは最後まで生きるんだ。君の魂がどこにあろうとそんなことは関係ない。だからキリト、僕らは彼女を
メディナを決して忘れない。永遠の約束だよ。いい？ああ誓うよ。ありがとう、ユージオ。メディナ、彼女が犠牲になったとはあまりに悲しすぎます。それでもメディナの剣がアドミニストレーターとの戦いを終わらせてくれたんだ。キリトと一緒にね。そのことについて話さねばならんことがある。なんだ？お主は確かにあの女の意識を一度は倒した。じゃがメインビジュアライザー内にまだあの女の意識が残っておる。まさかまだ最高司祭様は生きていると？うむ。どうして？確かに倒したはずだ。メインビジュアライザー内の意識を消し去ればあの女の存在は確かに絶えるはずじゃった。しかしこの世界に刻みつけられたあの女の記憶は今も絶えぬようじゃ。あの女はメインビジュアライザー内に分散した意識を集め再び自らを復活させようとしておるところじゃろう。そんな、嘘でしょ？最高司祭様の記憶、そして死因はまさに世界とつながっている。故に容易には消し去れぬということですか？それじゃ一体どうやれば倒せるというんですか？わからぬ。あの女の意識はあまりにも強靭じゃ。倒したとしても分散しメインビジュアライザー内に残ってしまう。完全に消し去るには奴を倒した後分散した意識も全て消し去ることが必要だったということか。もう一度戦うしかない。俺は今度こそアドミニストレーターの意識を全てこの世界から消し去ってみせる。何があろうとメディナの死を無駄にはしない。最後まで一緒に戦う、その約束を果たすためにも。キリト君。カーディナル、もう一度メインビジュアライザーに俺を送ってくれるか？うむ、あの女が復活するまでの間ならば可能じゃ。それじゃ頼む、もう一度術式を。キリト、ダメだよ。ユージオ、あの時君は一人で行くなと言ってくれた。今度は僕たちも一緒に行くよ。必ず君の背中を支えてみせる。私も同じ気持ちです。共に戦いましょう、キリト。ああ、私も行かせて。キリト君、もう一人で全てを背負わないで。ありがとう、みんな。準備はできたか？あ、キリト、私はお前が守ってくれた誇りを持って最後まで共に戦うぞ。キリト先輩、どうかお供させてください。そば好きとして必ずや先輩をお守りします。私たちを守ってくれた先輩たちのこと、今度は私が守ります。我の使命は新たなる氷協会と共に人界、そして守りたいと願う者を守ること。必ずやお前と共に我が使命を果たすとしよう。しょうがないですね、言ってあげます。大切な獲物がいなくなったら困るので。世界が壊れてネルもキリトも死んだら面白くないじゃん。だから戦うってだけよ。キリト、貴様を認めたわけではない。だが私は貴様と共に戦う。もう迷いはない。相手が偽りの最高司祭芸家を名乗る者であり、我が師アリス様の道を阻むのならば剣を向けるまでのことだ。君は僕に一人じゃないと教えてくれた。僕も君の力になるよ。私が切りたくないものを見つける旅、見ていてくれると約束したでしょ。だから私はあなたと戦う。ボーユ、あなたは大切なことを教えてくれたわ。どうか
最後まで一緒に戦わせてちょうだい。少年、お前さんはこの世界の革命者だ。お前さんがもたらした変化を最後まで見届けさせてくれ。それから俺はあの人を今度こそ眠らせてやりてんだ。キリトさん、私だって必ずお役に立ってみせます。英雄は一人で戦うものじゃない。私たちはそのためにここに来たのよ。お兄ちゃん、私はたった一人の妹だよ。だから絶対にお兄ちゃんのこと守ってみせる。いつだって私はキリト君の隣で戦ってきた。今だって同じだよ。この世界でも君を守らせて。あんたの背中を守るのは私って決まってるのよ。現実世界で守れなかった背中、今度こそ守ってみせるわ。僕は君の力になりたい。君が6年間動けずにいた僕を助けに来てくれたのと同じように、君があの時僕を掴んでくれたように、今度は僕が君を支える。人形であることをやめ、一人の人間として生きるきっかけをくれたのはキリト、お前です。私はお前のためにこの剣を捧げます。ありがとう。必ずアドミニストレーターを倒そう。では行くぞ。コネクト2メインビジュアライザー。メインビジュアライザやっと来たの、坊やたち。アドミニストレーター、本当に意識が復活しているなんて。つくづく諦めが悪いわね。可愛いお友達を無駄死にさせておいてまだ懲りないなんて。なんだと。事実を述べたまでじゃない。欠陥品ごときが抗ったところであの子は何も成し遂げられなかった。そして坊やもあの子を無駄死にさせただけ。それは違います。あら、何か言いたいことがあるの、アリスちゃん。私はキリトからここで何があったかを聞きました。絶望的な状態でメディナ殿は自らの命を落として剣になり、キリトに力を与え、キリトはメディナ殿と共にあなたに一矢報いて外の世界への扉をその剣で焼き払った。あの時あなたは確かに一度死に、キリトは命を失わず最上階へと戻ってくることができた。そして今私たちと共に再びあなたを倒しにここへ来たのです。意味のない生も死もあるはずがない。アリス。随分と生意気なことを言うのね。私は決めたのです、最高司祭様。一体何の、たかだか人形が人間の真似事をしたって何も変わらないの。あなたは所詮騎士時代に私から与えられた使命を守っているだけなの。違います。私には自分の意志がある。この世界を苦しめるあなたを倒し、必ずやこの世界で懸命に咲き誇る命たちを救ってみせる。これは与えられた使命を果たすためではない、私という人間が真に願うことなのです。ごちゃごちゃとうるさいわね。お前たちの無力さを思い知らせてあげる。あなたがどれほど強くてももう恐れはしない。何があっても死ぬ時まで離れない。それが僕たち三人の約束だから。一緒に戦うんだ。俺はみんなが生きるこの世界を守りたい。そしてメディナの意志を継ぎ、お前を必ず倒す。アドミニストレーター、
お前の支配も愛も俺たちがここで終わらせる。終わるのはあなたたちの方。さあ来なさい。私を消し去ることはできない。何度でも私は蘇ることができる。なのになぜこうも抗うの。あの小娘もイレギュラーの坊やもお前たちも。俺たちが諦めない理由、それは到底あんたには理解できないだろうな。あんたがメディナの喧嘩を見抜けなかった理由ときっと同じだ。メディナの先生の思いの強さ、きっと俺を助けたいという一心で自分を犠牲にした。感情を捨てたあんたにはその思いが理解できない。だからあんたにとってそれは誤算となった。一人のちっぽけな人間が命を賭してまで成し遂げようとするものがあるってことだ。笑わせないでちょうだい。そんなもの理解したくもないわ。私は外の世界に移行できなかったとしても、この中で永遠なる支配を続けてみせる。聖豪騎士という手駒は使えなくなったけれど構いはしない。使えないお人形なんてもういらないもの。最高司祭様、それでもあなたは遠い昔聖豪騎士を人形として扱いながらも確かに愛していた。今さら何を言うの。シェータ様やおじ様、私たち聖豪騎士もまたあなたをパイエティモジュールに縛られずとも愛していたのです。それが一体何。愛などというものはフラクトライトが発するただの信号に過ぎない。魂に干渉すればその信号はいとも簡単に光を絶やす。そんな脆弱な概念利用する以外に価値などないわ。だからこそあなたはその愛を受け取ろうとはしなかった。いや、受け取ることも恐れたんだね。そうでしょう。私が何かを恐れることなどあるはずがない。感傷的なくだらない話はやめてちょうだい。もう終わりにしましょう。私は歪んだ愛によって世界を支配するあなたを永久に眠らせます。なぜならそれがあなたに人格を作られた娘として私が与えることのできる最後の愛情だからです。欲望、私は全てを支配しこの世界を掌握する。行きましょう、キリト、ユージよ。ああ、今度こそこれで最後だ。この世界を守ってもう一度始めよう、僕たち3人の冒険を。リリースリコネクション、リリースリコネクション、エンハンスアーマメント。なぜ私が。今度こそ完璧だったはずなのに。これが俺たちの意志の力だ。なぜこんな感覚になるのかしら。どうしてか自由になった気がする。ああ、もうあなたは苦しまなくていいんだ。終わりなき支配欲に縛られることも死の恐怖に怯えることももうない。そうね、確かに私は解放された。あなたが終わらせてくれた。おやすみなさい坊や。私は先に眠って美しい夢を見るわ。さようなら、支配者であり私たちの母アドミニストレータ様。体が光ってる。きっとカーディナル様です。データ干渉で
最高司祭様が倒れたと知られたのでしょう。ああそうだな。ねえキリト、またメディナの最後の戦いについてゆっくり聞かせてくれるかい？もちろんだ。聞いてくれユージオン、メディナがどれだけ勇敢だったか、もっとたくさん話したくてしょうがないんだ。キリト君お疲れ様。アスナも来てくれてありがとう。来るに決まっているでしょ。キリト君は私が絶対に守る。その約束はどの世界でも変わることがない。いつだって一緒だよ。メディナさんのことは残念だったね。ああ。キリト君はメディナさんと一緒に彼女の意志を叶えた。きっと思いは伝わっているわ。そうかな。だといいな。カーディナル。200年以上にわたりこの瞬間を待ち望んでいたが、実際に訪れると妙な気分じゃな。アドミニストレーターとカーディナルは特殊な関係だもんな。ああ、憎き存在じゃったが、クイネラは正真正銘わしの片割れでもあるからの。私も複雑な感情です。前にここで最高司祭様と戦ったあの頃とは違う。言葉にするならば不思議な喪失感でしょうか。これが人間であるということなのかもしれませんね。そうじゃな。わしもお主と似た感情を抱いておるよ。知らぬ間に黒髪の誰かさんのせいで人間らしくなってしまったようじゃ。誰かさんって俺のことか。お前以外に誰がおる。とはいえいつまでも感傷に浸っているわけにはいかぬ。キリトよ、まだ最後にやることが残っておる。カセドラルシダーを切るのじゃ。カセドラルシダーをですか。うむ、あの中には依然アドミニストレータの死体が残っておる。メインビジュアライザー内での意識は全て消し去っても魂が完全に消えていない。それじゃあまたアドミニストレーターが復活しちゃうんじゃ。さようじゃ。あれを破壊せん限りアドミニストレーターを完全に倒したとは言えぬ。とはいえ再びメインビジュアライザー上に意識を作るためにはハーシリアンが行ったような労力と時間が必要じゃがな。そうだとしてもそもそもカセドラルシダーを切り倒せるのかしら。アドミニストレーターの死体が残っているのなら彼女の真意も残っているんじゃないの。ああ、真意を込めた剣でもカラントを破壊するのが精一杯だったからな。以前までのお主だったらな。お主はメインビジュアライザーと直接接続しシステム、要はこの世界の断りと深くつながった。そして最後にお主がその空間の中でアドミニストレーターを倒し全ての意識を消し去った。色覚などがなくとも神聖術や真意を自在に操れるほど世界に対する理解が深まっているはずじゃ。そうなのか。いかにもアドミニストレータもお主が自分以上の真意を扱えると察したはずじゃ。だからこそ奴はカセドラル次第に残るフラクトライトで再び復活を試みようともせず敗北を認め死を受け入れたのじゃと
わしは考えておる。それではキリト。ああ、やってみる。シダーも完全に消滅したみたいね。はい、無事元の人界に戻りました。ようやく会えた。アリス・ツーベルク。ユージオ、キリト、お願いがあるのです。聞かせてくれ、アリス。アリス・ツーベルクの記憶の水晶をこうして無事取り戻した今、私は当初の約束通りこの体をアリス・ツーベルクにお返しするつもりです。しかしもう少しだけでいいのです。私に猶予をいただけないでしょうか。アリス。最高司祭様を倒したからといって人界から脅威が完全に取り除かれたわけではありません。残った魔獣をすべて討伐し、四帝国近衛軍の兵士を訓練し、そして暗黒界との戦争か。はい。そして戦争で人界が勝利するためには聖号騎士のこの力が何としても必要なのです。ですからお願いです。私が騎士として民を守る責務を果たすその時まで、私をこの聖号騎士アリス・シンセシス・サーティのままでいさせてほしいのです。もちろん勝利が目的というわけではありません。戦争を回避する道があるのならばそうすべきなのですが。キリトよ、覚えているな。大図書室で話したわしの計画を。ああ、忘れるわけないだろ。まだ答えは出んか。一体何の話ですか。暗黒界との戦争の話だよ。あれには俺たちの世界の事情も絡んでいるんだ。どういうことだい。暗黒界との戦争を俺たちの世界では最終負荷実験と呼んでいる。実験。ああ、人界人と暗黒界人を意図的に戦わせようとしているんだ。そのきっかけとなる東の大門の崩壊も俺と同じリアルワールドの人間たちが仕組んでいる。なぜそんなひどいことを。氷協会と同じでリアルワールドの人間たちも一枚岩じゃないんだ。キリトはどう思っているんだい、その実験のこと。俺は何としても止めるつもりだ。人界人も暗黒界人も関係なく、この世界に争いを起こさせてはダメだと思う。カーディナル、俺はこれからリアルワールドと連絡を取り、一度この世界から出ようと思う。そして菊岡さんと話し、最終負荷実験を中止してもらうように頼む。うまくいくのか。可能性はある。アスナの話だと、菊岡さんたちは限界突破したフラクトライトを作ろうとしていた。その条件に見合ったフラクトライトはすでに2つもこの世界に誕生した。おお、条件。確かにそうじゃな。おそらく二人を確保することが菊岡さんたちにとって最優先の目的のはずだ。ふむ、その線で交渉すれば可能性はあるかもしれんな。もちろん二人を簡単に渡したりはしない。他のアンダーワールド人についても同じだ。彼らがこの世界で生きていること、失われてはいけない命であること、それを菊岡さんへ伝える。だから待っていてくれないか。
わかった。お主を信じよう。アリス、ユージは。まだ話の流れはよくわかっていないけど、戦争を止めるためにキリトは自分の世界に帰っちゃうんだよね。すぐに戻ってくる。本当ですね。ああ、必ずだ。わかりました。カーディナル様と同じく私もキリトを信じましょう。うん、僕もそうするよ。ありがとう、ユージは。なんだい？戻ってきたらアリスのことについて話そう。ユージはアリス・ツーベルクを取り戻すためにここまで来た。その決意は俺も同じだけど、俺はアリスと再会するために聖号騎士アリスの存在が失われるなんて認められない。だから。分かっていたよ。無事にアリスの記憶水晶へたどり着いたら、僕は幼馴染のアリスの記憶を取り戻すために、そしてキリトは聖号騎士アリスの魂を守るため、僕たちはお互いのアリスのために戦わなくちゃならなかったと思うんだ。ああ、そうかもしれないけどな、ユージは。俺はどっちも諦めるつもりはない。アリス・ツーベルクも聖号騎士アリスも俺にはどっちも大切なんだ。今はどうすればいいか思いつかないけど、必ず二人のアリスを救う方法を見つけてみせる。やっぱりキリトにはかなわないや。正直に言うと、僕だって聖号騎士アリスを失いたくはない。彼女はもう僕の大切な友人なんだ。だから僕はキリトを待つよ。二人のアリスを救う方法を見つけるまで、きっと二人も同意してくれるはずだ。ええ、もちろんです。ありがとう、ユージよ、キリト。こっちこそありがとう。もう少しだけ待っててくれ。みんなもまた俺のわがままに付き合わせることになっちゃうけど。いいわよ、どうせいつものことだし。キリトさんの選んだことなら当然私は応援します。今さらこの世界を見捨てるなんてことはできないわ。うん、アンダーワールドも私たちにとって大切な場所の一つになったから。やり遂げよ、キリト君。どこまででもついていくから。ああ、ありがとう、みんな。それじゃあシステムコンソールで外部と連絡を取ろう。必ず救ってみせる、アリス、ユージを、そしてこの世界で生きる多くの命。メディナ、俺は君が繋いでくれた道をこれからも歩き続けるよ。だからこれからも見守っていてくれるか。私はいつだってお前と共に戦うよ、キリト。お前を守るから。エディナ、守り抜いてみせる。俺が出会った新たな仲間たちを、もう一つの大切な世界、アンダーワールド、もう誰も死なせはしない。この世界に生きる全ての人たちを。キリトたちが外の世界へと帰った後も、私たちには多くの課題が残されていた。まずはカセドラルシダーをめぐって起きた一連の事件の収束を全ての民に伝えること。とはいえ、最高司祭様の死を人界の人々に伝えることはやはりはばかられる。故にあくまでも世界を滅ぼさんとする悪しき樹木が完全に耐えたという事実のみを説明することにした。そして最後に、私はある英雄についての物語を語るべく唇を切った。
少しだけお話をしても良いでしょうか。これは最後まで私たちと共に戦ったある英雄、一人の少女についての物語です。彼女は幼い時から大好きなお父上と共に剣術に親しんだとても強い女の子でした。彼女には夢がありました。それはまっすぐに、まっすぐに、強く、正しく、誇りを失わずに生きることです。ただ彼女は周りと違うところがあるので、よくいじめられてしまいます。何度も何度も彼女は心ない一部の人たちにより自らの夢を踏みにじられそうになりました。彼らはあらぬ偏見で彼女を欠陥品と罵り、もしくはその強くたおやかな心根を妬み蔑んだ。欠陥品だと？それはオルティナノスのことではないか。欠陥品の小娘の話をする必要がどこにありましょう。あの小娘が英雄なぞ、ちゃんちゃらおかしいわ。彼女はそんな者たちのむごい仕打ちを受けても、ただまっすぐに、まっすぐに自分を貫き生きようとした。罵られ蔑まれても決して誇りを失わず、強き信念と情熱を持ち続けたのです。まるで彼女の先祖たちが枯れ果てた大地で守り抜いた永久に咲き誇るリコリスの花のように。彼女はその旅路の中で仲間と出会い、笑い、泣き、時には喧嘩もして強い絆を結んだ。彼女は仲間たちにかけがえのない思い出を残し、強き心に灯した情熱で多くの人々を照らしてくれました。そして彼女は情熱を帯びた命の炎を自ら救世の刃へと注ぎ、私たちはその意志を受け継ぎ、彼女と共に世界の闇を払ったのです。たとえ命を失おうとも、彼女の炎は絶えることがない。これからも私たちの心の中で燃え続けます。私たちは永久に忘れはしない、その情熱を、誇りを、彼女と共に過ごした時間を。どうか皆さんにお願いがあります。救世主となった一人の少女、その名を皆さんの胸に、記憶に刻んでほしいのです。彼女の名は、ジョーちゃん、お疲れさん。おじさま、私は少しでもメディナ殿の役に立てたのでしょうか。ああ、ジョーちゃんは確かにあの子の思いを伝えたんだ。よく頑張ったな、おじさま。うん？寂しくて胸が潰れそうです。もうメディナ殿は戻ってこない。彼女ともっとたくさん話をしたかった。ようやく分かり合えたのに。メディナ殿。もう泣いていいんだぜ。我慢することなんてね。おじさま。辛いよな、あの子が死んじまうことになるなんて。彼女は私の友人だったのです。私に多くのことを教えてくれた。乗り越えるのは簡単じゃねえ。悲しい気持ちに蓋をする必要もねえんだ。辛い時は思い切り泣けばいい。そんで寂しくなった時はあの子との思い出を話そうぜ。俺でよけりゃいつだってジョーちゃんに付き合うからよ。ええ、
私はこれからも彼女の功績を伝えていきます。彼女を知らない者にも彼女の名を語り継いでいく。ああ、それが俺たち残された人間にできることだな。そうだ、あの子からジョーちゃんへの手紙を預かっててな。私に？もし自分に何かあったら渡してくれなんてよ。遺言見てて縁起でもねって言ったんだがな。アリス様、迷惑ばかりおかけしてごめんなさい。強く優しいあなたはいつでも私の憧れでした。あなたが私にくれた優しさは永遠に忘れません。私の友人でいてくださったこと心より感謝いたします。それからおせっかいでムカつくやつですが、キリトをよろしく。あいつの隣でずっとあいつを見守っていてやってください。ではまた会う日まで。メディナ殿。その後、本当の彼女について知る一部の貴族たちが私たち氷協会に事実を確認した上で北帝国皇帝へと嘆願書を出した。それはメディナ殿の功績を鑑みた上での過去オルティナノスケに出された王都追放令の撤回要求である。私たち氷協会が作成したメディナ殿の功績を証明する文書に北帝国皇帝は反駁できず要求に従った。そして修憲学院はメディナ殿の功績を称え、名誉ある修憲士としてメディナ・オルティナノスの名を学院歴に刻んだ。メディナ殿の死というあまりに大きな代償を払い、ようやくオルティナノス家の汚名は注がれたのだ。そして私はメディナ殿の最後とその功績について伝えるべく、オルティナノス家の資料地へと向かい、聖号騎士としての身分を隠し、彼女の友人としてメディナ殿の母君に会い、話せる限りの真実を話した。メディナ殿の母君は私の話をただ静かに聞いてくださった。そして全てを聞き終えた後に一筋の涙を流された。私もまた心の奥をえぐられる思いだった。外の世界に存在するものによって私たちの命とこの神なき大地は作り出された。死者の魂が旅立つという展開は空の上にもこの世界の果てにも存在しないのだろう。だが私はそれでも祈りたい。メディナ殿の魂が彼女の愛した人々やお父上と再び相まみえることを。お姉ちゃんもこのお花好きなの？ええ、とても綺麗ね。もう放っておくとどんどん先に行っちゃうんだから。あら剣士様、ごめんなさい、うちの子何かご迷惑をかけませんでした？いえ、迷惑などとんでもない。あなた方はもしやオルティナノスケの資料地の方ですか？いいえ、少し離れたところで暮らしているんですが、花の苗を植えに来たんです。花の苗を？ええ、メディナ・オルティナノスさんが亡くなられたと冒険者の方から聞いた以来、こうして通っているんです。私たちは魔獣に襲われているところを冒険者の方に助けていただき、命拾いをしたんです。皆さんはメディナさんの指示のもと人助けをしているとおっしゃっておられました。私とこの子が助かったのはメディナさんのおかげです。私たちも亡くなられたメディナさんのために何かできないかと。
今はこの枯れた土地をせめて豊かな場所にするお手伝いをしているんです。ではもともとここは枯れ地だったのですか？ええ、オルティナノス家の資料地はリコリス以外の植物が一切生えない土地だと言われていたんです。しかし不思議なことに、私たちが植物の苗を植えてみるとどうしてか育つようになって、以来空いた時間にうちの畑で採れた苗を植えに来たり、新しく作った畑の様子を見に来ているんです。そうだったのですね。おお、もう来てたのか。またリコリス見てるのかよ。だって綺麗なんだもん。こっちに来て、もっといっぱい咲いてるから。もう走ったら危ないわよ。ごめんなさい。では私たちはこれで。ええ、どうかお気をつけて。メディナ殿、あなたが命を懸けて守った人々は確かにここで生きている。あなたの意志は決して枯れることはないでしょう。なぜならこれからも人界の人々があなたの物語を語り継いでいくのですから。お疲れ様。こないだはスコードロンでの攻略抜けちゃってごめんね。特に用事なかったんだけどさ、さっきすごく変な夢見たんだ。なんか私違う服着て赤い髪の女の子と一緒に異世界を冒険してたんだ。え？君も同じ夢見たの？へえ、不思議だね。異世界転生みたいな感じだった。でもさ、どうしてかな、涙が出てきて止まらないんだ。大切な友達が死んじゃったみたいな。あのさ、変なこと聞いてもいい？なんで私たちって生きてるのかな。全てが終わった後に聞いた話だが、その日 ALO や GGO といったザ・シードで構築されたゲーム上で、何人もの人が不思議な映像、幻覚を見たという報告がいくつもネット上駆け巡った。その映像は見たこともない。だが見た人にはなぜか見覚えのある服装をした人たちと自分が楽しそうに生活しているシーンだったという。その映像を見た人のほとんどが訳も分からず涙したという。君の名を心に刻もう。メディナ、メディナ、オルティナノス。世界が君を決して忘れない。